個人が趣味で培った情報が新しいビジネスを生んでいます。その背景には素人ならではの視点を必要とする企業側のニーズがありました。文具マニア土橋さんの自慢の品々。こんな感じです。もう探せばまだ出てくるんですけども、とりあえず書斎前のものだけ持ってきました。小学生の頃から買い集めた文房具およそ300点。キャップを外すとボールペン、これひねるとマーカーが出てくるんですよ。はあ。でマーカーっていうのは常に使うペンではないですよね、はい、何か書いてる途中にすぐマーカーとして使えるというでこれなんですけども、はい、これは日本の、サンスター文具という商品なんですけども、はい、こうやって留めまして、でこれを外すときに、ここの下を通すようにまずグイグイっと端っこまで入れます。でこれをあとは握り締めるだけと。そうすると自然に持ち上がると。コレクションとして眺めるのではなく、実際使ってその機能を楽しむのが土橋流。文具は男のアクセサリーなんだとか。数集めてもお金もそんなに時計とかカメラほどかからないですから、結構気軽に楽しめる贅沢。自分の気に入ったペンで書くと、私の場合はすごくそれでそれのことだけでその日の気分が良くなってしまうと。この熱い思いを誰かに伝えたい、そんな思いで2年前自分の専門知識をネットで公開。すると意外や相談質問が次々と寄せられ、ついには脱サラし文具評論家として独立してしまった。そんな土橋さんの活動は今やネットだけにとどまらない。この日訪ねたのはスイスの老舗文具メーカー。その幅広い知識を生かして商品の PR に関するアドバイスを行っているのだ。例えば市場でそのペン先ですか、線幅、はいはい、一番売れてるのってやっぱり EF ですよね。そうでしょうね。 EF と F がいいとこですよね、うん、やっぱりね、うん、でもやっぱりメーカーごとに太さの個性ってあると思うんですよ、うん、なのでそれは逆に金田さんの強みにされてもいいと思うんですよね、うん、結構この商品パンフレットの作成や専門誌への執筆など仕事の依頼は後を絶たない。すでに収入は会社員時代を上回るという。趣味が仕事、全てはここから始まった。おそらく私がネットで情報を発信していなかったら、ただの一人の文具好き、個人が情報発信するという意味で最も手軽で、有力なツールだと思いますね。情報企業家インフォプレナー、趣味によって得た知識を売ることで収入を得る、ネット社会が生んだ新ビジネスだ。そんな人たちに注目するのが専門家サイトを運営するオールアバウト。その道に詳しい人が持つディープな知識をインターネットで公開している。サイトに所属する専門ガイドは356人、扱うテーマは家電、ビジネス、インテリアなどあらゆるジャンルにまたがっている。ガイドになるためには専門知識、文章力など厳しいチェックを通過しなくてはならない。これまでの応募者は延べ3500人、倍率10分の1の狭き門なのだ。世の中にはいろいろなことに詳しい人がもう私たちの想像を超えるところぐらい、いらっしゃいまして、でそういう人たちの、そういう知恵とか知見を知りたい人に届けるメディアで、今日はですね、今どんな情報が求められているのか。この日各テーマの担当プロデューサーが参加し、熱い議論を戦わせた。クルーズとかテーマサイトがあると面白いかなと思ってるんですけど、店の方も働きたいっていうニーズが高くなってると思うんですね。
マネー系の領域でも今その世代向けて退職金をいかにこう運用系の会社が引っ張ってくるかにすごい白熱してる感じはしますよね。なかなかその大切なのは受け手側のニーズを捉える時代感覚。読者に求められる専門家はまだまだうずもれているという。世の中の、ニーズといいますか、今知りたいだろうと思われることをタイミングよく立ち上げていくということもすごく求められていることではないかと思っています。おはようございます。おはようございます。オープン前の小さなベーカリー、挨拶もそこそこに大好きなパンの取材を始めた女性がいた。オールアバウトで記事を発信するブレッドジャーナリスト清水美穂子さんだ。これはラウンドバコーヒーの味ですよね。あ、私コーヒーの味の食感が大好きなんです。自らの足で通い詰めたお店の情報やパンの美味しい食べ方などを公開。オールアバウトでの記事が評判を呼び、ごく普通の主婦だった清水さんは今や専門誌、情報誌から引っ張りだこの売れっ子ジャーナリストだ。職人さんによって全然一つ一つこだわりがあったりメッセージがあったり、そのお話を伺ってすごいって思ったことを独り占めしないで人にすごいんだよすごいんだよって言えることがもう楽しくてたまらないというか。職人の技術に注目する清水さんは最近ある小麦粉と運命的な出会いをした。それがこの店で開発されたメゾンカイザートラディショナルだ。美味しいパンというイメージが最初にあって、それを作るために粉がいろいろブレンドされて、昔ながらのフランスパンを作るために各国の小麦粉をブレンドした粉。焼き上がったパンは独特の香ばしさと味の濃さを持つ。そして何よりパンに多くの穴が開くことがもっちりとした食感を生み出すという。私はここにバターと蜂蜜を溜めて食べたりします。いただきます。元だ。このパンの感想を記事にした清水さんのレポート、これが意外にもある企業の目に留まった。小麦粉を共同開発した日清製粉だ。バターや蜂蜜をここの気泡に溜めていただくのが私が好きだというふうに、もう まさしく生活者の視点で書かれてるっていうのがもう大変素敵だと思いますね。その素朴な内容に惹かれた野村取締役、今この記事を宣伝用の資料として使えないか検討している。我々業界サイドはですね、やはりメーカーサイド作り手の情報しか提供していきませんから、清水さんの場合は受けてからの発想から全て好奇心とか全てこう聞いてこられますんでね、大変我々にとっては新鮮で、参考になることも大変多いですね。専門家にはない消費者の生きた言葉に価値があるという。私はその業界の出身の人ではないので、全く本当に素人の目でストレートに質問したんですね。そういうのをすごく分かりやすいとそう言ってもらえたことはよかったのではないかなと。そういうビジネスチャンスたくさんあるような、無限大のような気がします。このお二人ともどちらの場合もこのネットというものが仲介となって人材発掘っていうか、こう際立ったこうこの、ね、個性がこう出てきてるという感じですね。やっぱりインターネットがなかった時っていうのはマスマーケットですよね。だから大量に最大公約数的な商品とかサービスを提供して、それを多くの名もない人が買いに来たということで、マスとマスが出会わなきゃ商売に成り立たなかったですね。インターネットになると まさに子と子がぶつかり合うサービス、ビジネスになってきて、だから極端に言うとすごい本当に小さな需要しかなくたって、
一人で面白いことを考えついて発信すると世の中の本当に 0.001% の人でも興味があれば食いついてくるわけでしょ。これはインターネットなんか絶対できないですね。だからやっぱりマスマーケットからワントゥーワンマーケットに移っていく一つの非常に面白い事例だったんですね。だからやっぱり自分の個人の生き方っていうものがストレートに反映されてそれがうまくいくとビジネスにすらなるという、まあ、それがやっぱりインターネットの本当のパワーなんでしょうね。そしても先ほどのボールペンがマーカーに変わるあれ欲しいですね。あれは結構最大公約数的にマスマーケットでもいける。欲しいで一致しました ね、 そうですね。仕事してる時に大体2本持って歩かないといけないでしょ、ねね、気がつきそうで気がつかない重要かもしれない、ねはい。さてネットバンキング利用者を狙ったサイバー犯罪全国初の摘発です。